はい、こんにちは。今日はね、狩りをしていきます。で、相手は、オドガロン。正気の谷に生息するね、赤いモンスターでございます。で、今回のね、装備、まあ、今回もランスなんですけど、回避性能を3つつけてます。まあ、かの有名なね、赤い3倍の速度で動き回る人が言っていたようにね、当たらなければどうということはないっていうのをね、体現、忠実に再現した構成となってるんで、つか早速オドガロンを見つけたんで、ダンスで突進をしていく。左右長に歩いてオドガロンをぶち込んで、背中に乗っていく。いいっすね、開幕。まあ、開幕ね、なんか知んないけど、このゲーム。なんか飛び攻撃をすれば乗れるんでね。まあ、乗って、ダウンを取っていきます。で、今回ね、当たらない装備ということでね、ガードはなるべくしないように、サロープン使って、背中にもう一回乗っていく。まあ、ガードを使わないでね、なるべくステップで回避していくっていうような動画になってるんでね。まあ、結構オドガロンってね、攻撃が直線的でね、攻撃判定も短いんですよ。なんでこの回避性能のスキルとはすごく相性が良くて、まあ、一方的にね、ボコボコにすることができるということなんでね、結構オドガロン苦戦してる人はね、この動画とかを参考にしていただければなって思ってます。さあ、周りのなんかこいつらちゃっかり今、オドガロンさんを痺れに刺してた気がするんで。はい、怒った。味方にやられて怒ったオドガロンが、さあどういう動きに出んのか。お?さあ、かわす。こうやってね、ほらほら、今の。あー、つうか食らってるし、俺。下手くそやな、まあ、こんな感じでね。無敵時間を使ってね、回避できるんで。はい、合わせていく。さあ、こいつの弱点は顔なんで、こうやってステップを使って合わせていく。はい、全然当たんないっすね。さあ、ガードから飛び込み突きをかまして、ステップ使って逃げる。うん、これがいい。当たらない。何にも当たらないっすね。さあ、頭を使ってひるませて、フランスを入れていく。さあ、ガードスキー。ちょっと、まあ、要所でね、やっぱカウンターしなきゃいけない場面があるんで、カウンターはやりますよ、そりゃ。カウンター使っていくのがなるべくね、ステップ。ステップで返していく。はい、合わせて、尻尾を狙っていく。はい、おっと、これ食らってしまうか。もっと味方がね、おとりになってくれてるね。今のうちに回復をしていく。おっと危ない。さ、尻尾をちぎりたいとこだが。危ない危ない。ちょっとな、武器をなんとかしたいんで、こぎたいんだよ。閃光弾を当てに行きます。さあ、今だ。浮いたところに当てて、武器を研いでいく。よし、オッケー。さあ、突っ込んでいくぞ。もう一回ぐらい乗っておきたい。乗れない。あー、疲れてるね。結構ね、こいつスタミナが少なくて、ちょいちょい休みを入れるんでね、チャンスが多いんですよ。おっと、お、いいね、頭にランスを入れてかわしていく。はい。カウンター。やっぱね、カウンターとね、このステップ回避を有効に使って、効率よくダメージを入れていきたいですね。オドガロンさんがちょっと逃げちゃったんでね、追っかけてみますか。いや、しかし汚いステージだな。まあ、マジで、モンハンってなんかこんなステージあんだね。なんか結構森っていうイメージあったんだけど。そろそろ尻尾をいただきたいが、危ねえ。あー、ステップ回避が間に合わない。タイミングがずれちゃうとね、回避できないんですよ。さあ、回避していく。いいね。尻尾、そろそろ尻尾が欲しい。おー、尻尾もいだ。はい、回避。おっと、危ねえ。さあ、飛び込み突きを当てた方が、やめとこう。よっと。
さあ、顔。顔を狙っていく。ちょっとね、回復しておきましょうか、今のうちに。お、危ね。危ね、危ね、危ね。さあ、2回目。なんとか乗って。これ乗るタイミングってどんな感じなんだろうね。なんか成功するときとしないときがあるんだけど、やっぱり高いところに攻撃当てた方が乗りやすいとかそういうのあるんですかね。さあ、オドガラさんの、オドガロンの頭に、頭つく、こいつどこに乗ってんの？顔の横に乗ってるね。さあ、フィニッシュ突きを入れたいが、あ、倒れた倒れた。よし。さあ、横から顔をついていく。いいね。結構いい感じにダメージ入ったんだね。お、逃げた逃げた。あ、逃げたわけじゃないの。おお、なんかもう一人、もう一匹痺れさせるやつが。まあもうなんかそろそろね、一回罠使ってダメージを入れていこうじゃないか。うわ、落とし穴だとちょっとダメージが取りにくいな。そして、しびれていく。うわ、俺もだ。マジかよ。ちょっとやめろよ。しかも痛えし。あつか、後ろにいる。くっそ。まあ、あいつらでね、やり合ってるうちに回復しようと思ったけど。お、逃げてった。モドガロンさんが逃げたんで。そろそろ捕獲できるかな。念のため、ランスを解いておく。まあね、あいつに至ってはもう回避性能のスキルがもう刺さる刺さる。大体の攻撃はね、あの回避、ステップで回避できるんでね。まあ、唯一きついのが、なんか、一回突っ込んできて、尻尾を回転させてね、攻撃する、なんか時間差攻撃あるんだけど、あれがちょっときついね。あれの二発目が当たってしまうことが多いんだよね。さあ、いた。うわ、なんかぐっちゃぐちゃだな、ここも。しかも汚ねえし。もう一回ぐらい乗っておきたいが。さあ、攻撃だ。さあ、横から、尻尾を、尻尾目がけて、ダンスの突き攻撃を入れる。危ね。まあ、そろそろ痺れはなかな。結構元気なんだよね、雰囲気。ちょっともう一回ぐらい乗っとくか。乗れない。おっと、危ない。さあ、尻尾攻撃していく。ステップで回避して。後ろから。やばい。危ね。おっと、危ない危ない。ここでカウンターを使っていく。もうなんかね、いっぱいいるんだよね。いっぱいいるときはカウンターだね。あー、今ずれたね。ステップの終わり硬直を狙ってきた。なかなかやりますね。これこれこれ。このね、回転攻撃がやっぱ危ないんですよ。さあ、こいつを毒にして。危ない危ない。いや、めっちゃ暴れてんな。一応回復をしておく。うわ、すげえな。さあ、乗って乗れない。おお、危ない危ない。パンチされた。まあもう大丈夫かな。罠を設置して、さあ、捕獲どうだ。お、いけましたね。どうかろう、捕獲成功ということでね。まあ、回避ランスとやっぱ相性いいんでね、おどがろうきつかったら、ぜひ回避ランスを使ってみてください。